これが大きい、だから それが少ないんだよね、唇の量がね。うん、だからそれができればいいんだけど、うん、じゃあごめんね、もう話が違う、もう一回今度、もう一回今これ出してみる、うん、そうそうそう、そうやって、そうやって一回、うん、上下に自然にかぶして、うん、そうそう、あ、それだとちょっと多分、うん、さっきみたいな音が出し、あ、巻いといたら少なくていいんだよね、うん、ま、巻くっていうか、ここでしょ、ほら、うん、あんまり強く感じないよ、軽く乗せるだけだよ、そうそうそう、んで、うんうん、そしたら、うん、相当上に行ったことになるでしょ、結果的に、はい、うん、もっと低い音が綺麗に出るように、うん、まあじゃあ上に行ってみて、ドド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 ド、ちょっと心配はあるんだけど、ドーソーミードーってソーレーシーソーって下に降りてくる、うん、あのね、うん、あの上、今度はね、はい、で こういう出し方じゃなくて、どっちかっていうと上唇にきちんと押さえていく、じゃないとずれちゃうからね、きちんと押さえないと、うん、うん、これがこういう出し方しないで、ね、ずれちゃうからね、今はってこう出したでしょ、出したんだよ、だからこれがつかないもんだよね、悪い方はね、僕なんかだったらもう慣れてるから、で戻せるけど、一回こうやっちゃうと普通の人は戻せないんだよね、なっちゃうから、低くなっても今みたいにガーンと身のある音、あ、うんうん、そう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 、その形持っていくと案外そんなに意識しなくても唇は負けるよね、普通で、出せないから、はい、こうやって出すもんだから、って苦労しちゃうね。こうやって出せたら角度で戻すだけだから。あ
マでも出てくる、うん、そう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 か上かそうそうそう噛んでうん上に割とプッシュする感じ不思議とまあどっちかってやつそう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 、うん、噛んで、うんうん、その辺は割とどんな奏法でも出るからね、うん、ね、こうやっちゃうと唇がこうずれてっちゃうから出なくなっちゃう。こうやって出すんじゃなくてこうやって出す。低い音。どっちかっつうと上目に。そう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 。こうやってだからしっかりここ押さえて、はい、逃げないように上目に出すと低い音は出る。あの出せる。そうすると下と上がつながるからね。はい、うん。さっきの方がですね。少し良くなってきた。その要領でもう一回、はい、今良くなってきたから。そうそう、たくさんかけて。下まで降りて、うん、角度を直しながら、もう一回。今なら大丈夫かな。嘘でも今の形をキープすると、はい、あの下から上まで出せるかな。今ではそういう経験はどうだ。